はいどうも、ブンクラです。今回も遊んでいこうかなと思います。よいしょ。やりすぎの実績を解除したいんで、ちょっとダイヤ剣をエンチャントしていこうかなと思っております。ダメージ増加が欲しいよね。よいしょ。いや、ダイヤもったいないんだよな。あんまり使いたくないけど。まあ仕方ないよね。これでついてくれれば言うことはない。行きましょう。頼むよ。あー、範囲ダメージ。こっちにあるんだよな、ダメージ増加2が。なんでこっち3かな?ちょっと違うもん作ろうか。ちょっとステエンチャントしましょう、ステエンチャント。ツルハシを、エンチャント。オッケー、幸運さん来た。うわ、これ完璧でしょ。耐久力と効率強化と幸運。あ、いいね。もう言うことない。あー、虫特攻かー。いやー、どうする?どうする?一回やってみる?虫特攻とダメージ増加つくかも。ノックバック!ノックバック!違うんだよ!やばい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 。もうダイヤの数が、ちょっとまずいぞ。さあ、行きましょう。いや、頼むよ!ほんとお願い!マジで出てほしい。来い、ダメージ増加さ。耐久力、2は出るんだけどなぁ。あ、来た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 。よし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 。オッケー、これでいけるぞ。これでいける。よし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 。オッケー、完璧。はい、ということで弓とかね、エンチャントしていたら、あっという間に時間は過ぎ、ネザーオートが育ったんで、ポーション作っていこうかなと思います。よいしょ。ポーション、ポーション。よいしょ。水入り瓶で、ネザーオート。で、ブレイズパウダー。やばい、ブレイズパウダーの数が少ないなぁ。どっかにあればいいけど。オッケー。できたら、ここにブレイズパウダーを置いてやります。さあ、そして奇妙なポーションが、力のポーションになりましたね。これをグローストーンダストで強化してやります。OK! できた。これで攻撃力がプラス6になったね。よしよしよし。ゲット。さあ、それでは敵を倒しに行きましょう。多分ね、ここに生まれているんで、ここでやっつけましょう。よいしょ。クリーパーいませんように。あ、ここいないわ。スラちゃんしかいないわ。違うとこ探そう。この辺で落とすんな。あ、めっちゃいる。めっちゃいる、ここ。いや、めっちゃいるな。めっちゃいるぞ。どうしよう。いや、待って。すごいおるけど。えい。ちょっと、クリーパーはいらないや。やめて。スケさん、おいで。おいで。おいで。ほら。痛い。痛い。めっちゃうまいやん。よいしょ。オッケー。ゾンビがいいな、できれば。ちょっとみんなおいで。あ、バカ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 。ゾンビちょっとあとあとあと。ゾンビ後で来て。後で来てほしい。ゾンビは後で来てほしいんだな、俺。ゾンビは後で来てほしいんだな。来ちゃう?じゃあもう飲むよ、俺。こら、お前。やってやるからな。おら。あれ、やりすぎ。あれ?あれ?あれ?やりすぎ全然エレンドンだけど、なんで?あれ?足りてない?足りてない?もしかして。ででででで。何が足りてない?何が足りてない?ポーションが足りてない?嘘。ちょっと待って。え、足りたでしょ。嘘。ちょっと待ってよ。ダメなの?あれ、いけると思ったんだけどなぁ。いや、ちょっとポーション間違えたかも。あ、いけたいけたいけた。よしよしよし。やりすぎの実績解除。やったで、おら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 いー。よしよしよし。これでやりすぎの実績も解除できたね。よーし、あとはスナイパー対決と、あとはウィザースケの頭を集めんといけんけ、ネザーにいかんといけんのかな。よいしょ。ネザーだね。よしよし。
はい、ということで今回もご視聴いただいてありがとうございました。よかったらまた見てください。あ、羊くんが増えてる。ちょっと羊くんの小屋作ろう。終われない。羊くんたちはここだな。よいしょ。オッケー。この羊どうやって出そうかな。いや、豚が出てきそう。羊だけ出したい。オッケー、出てきて。おい、お前ら出るんじゃない。お前おいで。おーい、羊くん、こっちこっち。これほら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 、オゲイ。よいしょっと。脱走した豚くんどこ行ったかな。あれ、脱走した豚くんがいなくなったな。どこに行ったんだろう。まあいいか。ということで今回もご視聴いただいてありがとうございました。よかったらまた見てください。ブンクラでした。バイバイ。